ジエッセンスへようこそ。今日は少なめ油で作るトロトロナスのポン酢炒めを作りました。1. 夏に大活躍なナス、レパートリーが尽きてしまう方にも使い慣れたポン酢でお手軽さっぱり。 2. ナスだけで簡単に一品になり、肉や魚など追加するアレンジも可能。 3. 一般的にはナスを切って水にさらしアクを取りますが、炒めたり揚げたりするときは水さらし不要。4. ナスを炒めるときは油をたくさん吸いますが、片栗粉をまぶして表面を焼くので少なめ油でナスはしっとりとろとろ。 5. 暑い夏、キッチンに立つのも大変なとき、切る、まぶす、焼くの3ステップで簡単です。 6. 食物繊維豊富で低カロリー、皮のナスニンというポリフェノールは強い抗酸化作用で体を守る働きあり。 7. ナスの栄養のこと、カリウムは余分な塩分を排出してむくみ予防に。 8. ナスの選び方、保存の方法、冷凍保存もお伝えします。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。2人分、ナス3本、片栗粉大さじ2、大葉3枚、油大さじ3、ポン酢だれ、ポン酢大さじ3、砂糖またはきび糖大さじ1、水大さじ1。今回のレシピは山梨県料理学校協会の講師として山梨新報社に掲載された作り方を動画にしました。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。 Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。材料を切る。まずはナス。ナスの選び方は皮の色が濃い紫色で張りのあるものを選びましょう。ヘタの切り口のみずみずしさも新鮮さを見分けるポイントです。生徒様からの質問その1、朝採り野菜は何でいいの？朝採り野菜がいいというのは、野菜自身が夜の間に栄養を蓄え、日が昇ると栄養は枝の成長に使われます。だから夜成長したヘタの周りが朝には色白です。日に当たると色白ではなくヘタの周りも濃い色になるので、ヘタの周りが白からグラデーションしているものが栄養の詰まった朝採りのサインです。ナスの栄養、糖質、カロテン、ビタミン B1、B2、カリシウム、カリウムも含まれ、カリウムは余分な塩分を排出してむくみ予防に。ナスの保存、ナスは乾燥に弱い野菜なので密閉できるポリ袋に入れるか、ぴっちりとラップに包んで保存します。低温5度以下で保存すると硬くなるので、冷暗所か野菜室がおすすめです。夏は一度にたくさん取れるので、こんな風に鮮度が落ちる前に冷凍保存もおすすめです。半割り、丸ごと、乱切りなど用途別に分けて密閉袋に入れ、空気を抜いて冷凍保存ができます。使うときは凍ったまま煮物や揚げ浸し、煮浸し、素揚げや炒め物などいろんな料理に使えます。詳しくは別動画でナスの冷凍をあげますので、登録してお待ちください。それでは作ってみましょう。ナスのヘタの部分を最小限切り落としてヘタを取ります。硬い部分が残っているときは面取りをします。次にナスを斜め輪切りにしていきます。ナスの表面に片栗粉をつけます。ビニール袋に片栗粉大さじ2を加え、ナスを入れてよく振って表面に片栗粉をまぶしていきます。次に青じそをカットして水にさらす。茎の部分は切り落とし、半分に切ってから端からくるくると巻いて千切りにします。千切りにした大葉は水にさらしておきます。これで材料カット終了です。次に味付けの調味料を合わせておく。ポン酢大さじ3杯にきび糖大さじ1、水大さじ1を加えて砂糖が溶けるようによく混ぜます。シンプルな調味料を混ぜ合わせるだけでお手軽にタレが出来上がりました。フライパンで炒める。フライパンを中強火で温めます。そこへ油を敷いてから片栗粉をまぶしたナスを入れていきます。片栗粉は多すぎると粉っぽくなるので、ちょっと払いながら入れていきましょう。片栗粉が膜を張り、水分を逃がさなくしてくれるのでジューシーです。一
1、2分こんがりするまで焼く。焼けたらひっくり返していきます。裏返してからさらに1、2分焼きます。そこへよく混ぜ合わせておいたポン酢だれを加えます。酢は加熱することで旨味とコクが増します。さっとナスに絡めたらそれで出来上がりです。つやつやてりてり美味しそうに焼けました。器に盛り付けます。仕上げに千切りにして水にさらした大葉を水切りし上に散らしていきます。季節感を彩る天盛りにしていきます。さあ出来上がりです。しっとりとろとろ酢でコクうまさっぱりのナス、お酒のお供にご飯のおかずにとってもよく合います。最後はテイスティング。それではとろとろナスのポン酢炒め試食してみたいと思います。はい、つやつや美味しそうですね。大葉を乗せていただきたいと思います。しっとりつやつやです。いただきます。ナスが本当にとろとろで、まぶした片栗粉がタレをうまく絡めてとろになってます。甘くなくてご飯も進みそうですね。大葉とポン酢でさっぱり食べれるとろとろナスのポン酢炒め、ぜひお試しください。ありがとうございました。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にもインスタグラム、ツイッター、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。